えー、皆様こんにちはヒロヒロですいつもご視聴ありがとうございます、えー、6月の19日配信分の、えー、ご案内をさせていただきますえ果、ー、実5月30日ですが、えー、作曲家の小林亜生先生が88歳で、えー、お亡くなりになりました改めてご冥福を申し上げます もう88歳になられていたんだなということを大変驚きました。とともにいろんな曲がですね先生の名前でございまして本当に大変素晴らしい作曲家だと俳優さんということで大変残念に思います。で今回はですね えー、小林亜生先生の、えー、追悼版といたしまして「野、えー、に咲く花のように」ですね、あのー、ドラマの、えー、ところで、えー、と使われておりまして山下清志のドラマのところで,ですね大変、えー、素晴らしい歌これは、えー、フルートで、えー、演奏させて、えー、いただきます。 あとそれから、えー、大変有名な曲であのサントリーオールドの、えー、宣伝の「ですね、えー、人間皆兄弟夜が来る」という曲なんですが、えー、それをですね、えー、とテナーサックスの、えー、多重録音で演奏させていただきます楽譜はこちらの全音さんのですね、えー、CM の、あのー、コマーシャルソングの、えーと 楽譜を集めた、えー、本になりますが少し前に出ていたんですけども「えー、ブラウンカンならやっぱらっば」という本なんですが、えー、こちらの方からですね、えー、サントリーオールドのこちらの、えー、楽譜を二重、えー、奏になってますのでこちらの方を、えー、多重録音で、えー、演奏させていただきました。はいえーと 小林先生の,あのツイートの方は、えー、この一応、えー、曲をですね2曲演奏させていただきたいと思います。それと、えー、通常のところで、えー、アルトサックス、えー、今日はですねこちらの、えー、新孝さんのアルトサックス昭和歌謡曲ベスト30の中からですね「えー、異邦人、えー」これもね大変有名な曲ですが 違法人、こちらを演奏させて、えー、いいいたただきたいと思います。それと,、えー、とテナサックスの方なんですが、えー、こちらの、えー、と音源がですねハル・レナードさんの「えー、ジャズ・プレイ・ア・ロング」シリーズのナンバー8「アントニオ・カルロス・ジョビン特集」の中でですね「えー、How Insensitive」ですね。 有名な曲でございますがこちらの方をですね、えー、ソロの方は、えー、スコット・ハミルトンさんの、えー、トランスクリプションが、えー、YouTube で出ておりますのでそちらの方を参考にさせていただいておりますこちらを、えー、演奏させていただいておりますということで本日も最後までですねご視聴していただければと思いますので よろしくお願いいたします。ひろひろでした。それでは、失礼いたします。